エジプト第二王朝は、エジプト初期王朝時代の古代エジプト王朝。エジプト第二王朝は、先行するエジプト第一王朝よりも、記録資料が乏しく、通史的な歴史は、現在のところ復元されていない。マネトの記録によれば、第二王朝には9人の王がいた。しかしマネトの記ル王名は、わずかに知られている、同時代資料に登場する王名と一致しない。 その首都はティニスであった。ニネチェル王の地位性には家畜調査などが繰り返されたことが分かっており、領内への統制を強めようとする王権の動きを見ることができる。一方で旧来の上エジプトの有力者たちはこういった動きに反発し、第六代のペルイブセンの地位性には何らかの混乱があったと言われている。これらを伺わせる根拠はペルイブセンの地位性に王名である。 ホルス名が瀬戸名に切り替えられている点である。これは、ホルス人から瀬戸神に王権守護神が変更されたことを示す。しかし、瀬戸名の復活は一時的なものであり、カセケム王の時代にはホルス名が復活した。カセケムは瀬戸派との妥協のため、一時的にホルスセト名を用い、カーセケムイと改名もしたが、以降エジプトではホルス名が確立する。これは、 王権理念が一つの完成を見たことを意味すると言われる。紀元前27世紀初頭頃にエジプトの支配権はエジプト第三王朝へと移ったと言われている。マネとはエジプト第二王朝の国の王の名前を記録している。しかしこれは今日知られている考古学的な第二王朝の王を通ると一致しない。これを整合させることは困難であると考えられている。ありがとうございます。